中国は自動車産業を基幹産業の一つと位置づけていますが新型コロナをきっかけとして崩壊が加速しています自動車生産台数400万台が産業維持の絶対条件だったんだけど今年の生産台数が320万台に激減してしまい190万人の暮らしが危うくなっています ニュースの詳細、手口工業団地で産業用ベルトを製造して、現代、キア自動車に納品していた外資系部品メーカーの韓国ゲイツは6月末、韓国の生産施設を全て閉鎖することを決めた。韓国進出31年目だったモーターを生産する自動車部品メーカーの a v 用カーボンコリアは最近、従業員20人のうち、生産職13人にリストラを通知した。 会社側は自動車の危機状況や最低賃金上昇による競争力の低下で解雇が頭を引けられない状況だったと主張した新型コロナの影響で韓国自動車産業の生態系が崩壊段階に入ったという分析が出ている生態系の崩壊はディストラと深刻な資金難という形で現れている今年6月末現代キア自動車ルノー・サムスン 総自動車、韓国 GM 及びウルサン、プサン地域の自動車部品会社55社を対象に緊急経営環境アンケート調査を実施した結果、全体の60%の33社が下半期の人員削減と休職が避けられないと答えた人材削減比率は現在の人員から20%減らすという企業が11社で最も多かった。 8社は30%の削減計画に触れて1社は50%以上解雇すべきだと回答した。とのことです。崩壊の予兆は4から6月に表面化していて韓国国内2位の部品メーカーのマンドーは2008年の世界金融危機以後初めて生産職の労働者を対象にした希望退職に踏み切りそれに続いて他の主要部品メーカーも人員削減に乗り出しています。 どうやら新型コロナで耐えられる限界を超えてしまった企業が多かったみたいです今年の韓国自動車の生産規模は計320万台と予想されていて自動車産業の生態系を維持するために必要な400万台を大きく割り込んでいます守るどころか2003年の317万台に逆戻りしています 韓国の自動車業界は生産台数400万台を維持できると見積もっていたのですが新型コロナであっさりと計画が打ち砕かれています自動車産業は完製自動車メーカーと多数の自動車部品メーカーによって成り立っていて自動車産業の弱体化はたくさんの失業者を生むことになります自動車産業の190万3000人の暮らしが危うい状況なんです資金難も深刻で アンケート調査に応じた自動車部品メーカー10社中7社は流動性危機に直面していることが判明しています運営資金が不足して経営難に陥ってしまった企業は全体72%の40社に達していて必要資金が100億ウォン以上だと答えた企業は17社です自動車産業の生態系を維持するためには 大規模な支援対策が必要なんだけど今の韓国財政にはそれだけの支援をすることは不可能なのがなって思います政府からの支援も期待できないので韓国の自動車産業は再編せざるを得ない状況になっています企業の統廃後生産拠点の海外移転などが活発になるので韓国労働市場に大きなインパクトを与えることになり 大量の失業者が出てきそうですね。ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。みんな勘違いしているのですが、本当に EV だけが時代の覇者になるのですかね自動車の信頼性はそんなに簡単ではないです。自動車業界自体が法話を迎えつつあり、その便益があるからなんとかなっているのです。 旧来のままではトヨタでさえ未来は見えませんが技術を利用した総合カンパニーになれるかどうかなのです隣国の自動車業界には未来がないというだけのことですドアのチりを合わせるために蹴りを入れるような産業は消えてなくなるべきかの国自動車産業崩壊そりゃそうだ真面目に働かないからね人件費が高いからだよ。 最初に人件費を削減しろよ。発展途上国民の自覚を持って身の丈に合った給料をもらって暮らせ先進国ではないよ製造能力も低いしな5,000万人規模の国で190万人いやいや工場工員に依存していた地域の産業すべてがいくだろうかっこを洗い主婦売春も増えるな造船業みたいにゾンビ会社に税金輸血して安売りでもしたら。 安かかかろろう、悪かろう悪でも買う人いるかも。いる売れば売るだけ赤字でも税金投入で雇用を維持するしかないでしょ観光業や空輸業だってまだ耐えている自動車産業はまだまだもつだろう文がどんな施策を打つか楽しみだな欠陥車、在庫が溢れてたら仕方ないなコロナもそうだが必要なら売れるはずレクサスやポルシェは売れているから。 奪い運動、どこ吹く風、当たり前のことをやれば良いだけ。それすらできないから仕方ない。経済状態は良好と昨日言ったばかりですが、で今日は190万人の失業者云々、うんうん、は本当に頭大丈夫かい財産が取れないなら余剰人員を解雇するのは当たり前なのに、また組合が阻害しているのかい 資本主義なら当たり前の論理が働かない組合など全くいらないね経済発展の障害にしかならないまあこれからも続く闘争を我々は冷ややかに見ていきましょう何でも国が面倒を見てくれるとか本気で思ってたならおめでたいだいたい全国民の規模から考えて執行予算の額面など捨ている彼の国の国家財政る 日本の首都圏並みの予算規模なんだからそれで全ての産業を国家が支えるとかありえないでしょ半日ビジネスで国内からお金集めるから大陸からおばあさん輸入すればまだまだいける警告は技術はないから電気代とか設備とか税で優遇して外国企業を合弁で引き込んでサプライチェーンを作っていたけど魅力がなくなれば外資は引き上げるのは経験しているよね。 特に電気代目当てで渓谷へ出て行った経団連の帽子の会社とか最近名前が売れてきた東北の某企業はどうするんだろうコロナのせいで倒産と言い訳できてよかったね誰も困らないのでチキン屋になって稼いでくださいまだ2だ国民からの寄付を募る2だ税金投入もする2だ埋まわせは日本とのスワップ2だ断れば日本が悪い2だ とお笑いにだ民族系は考えましたしかし日本は丁寧な無視いたしました次回お笑い系の反撃ヒュンダイが2兆円もの大金を投じて新たな豪華自社ビルを建てるとかいうお話を数年前に見た気がするんだが一体どうなるんだろうとんじゃ50%解雇もやむなしって書いてましたが。 でもやらで働いてない人の割合ってどのくらいなんですかねその人たち解雇するだけでかなり健全化するのではって思いますのところ韓国紙が一斉にベトナムでの車の販売台数がトヨタを超えた「ホルホル」と言っていますので大丈夫でしょうきっとコロナだけの原因じゃないですよね 欠陥品出しても保証が得られないとかやってるからたくさん作っても売れ行き落ちるでしょうし良い機械ですリストラしましょう電気自動車が今後増加しますからエンジン給排気関連の部品メーカーは車種共通化して会社数を減らすべきです海外工場をすでに展開している企業は警告工場を閉鎖し J 輸出も止めよう。 電気新時代に向けて強い産業構成を作ろう電気車の炎上はなくなるだろう当然の結果ですそれより日産の車がバカ売れしてるけどうち2割は銀行からの借金で購入している払えないと車返すって言ってきて未収金で終わるから帝国には売るな日産の撤退や三菱エンジン供給停止の撤退が効いてえるんちゃう 日本の技術はもっと小さい部品にも浸透しているし車は生き物やで生産者の気持ちがマシンを動かすんやわからんやろうなおなんとなくこの記事は何度も言うけどうちらが潰れたら大量の失業者が出るからおとなしく支援しろって心の声が聞こえる問題ない問題ないです気のせいです320万台も売れてますこれまでが異常だったのです。 まともな技術もないのに車作ってたのが間違いじゃないかなそうなんです失業者数が半端ではないのです労働生産力が落ちますから GDP は縮小となります自動車産業だけでなく航空産業など全体的に暗い未来が待っているのですまたすッとしたらいい今度は賃上げではなく会社開けろがいいかな 会社がなくなったら賃上げどころじゃないだろうが。